して誠にありがとうございます。今日は、死神というお話を申し上げることになっておりますが、まあどっちにしても、貧乏くらい嫌なものはないんでございますが、出てっておくれよ、冗談じゃないよ、お前さんみたいな人は。そんなね、わずかばかりのお金ができないってどうするんだよ。顔を見たかないからどっか出てけ。出てくだけじゃないよ、どっか行って死んじまえ。この野郎、亭主に向かって何てこと言うんだよ。どっか行って死んじまえって、俺は猫じゃねえぞ、こんちしょうめえ。出てきゃいいんだろ、出てきゃ。早く出てけ、どっか行って死んでこい。だけでしょ。なんだよ、あの女は。あら、女じゃないね、あれは。亭主の命を削るカンナだね、あいつは。冗談じゃねえよ、本当に。そんな言い草があるかい、どっか行って死んでこいって。死んじゃおうかな、本当に。どうせな、またうち帰ってガタ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 言われるのもなんだからね。本当だよ、昨日今日始まったこっちゃねえや。これから先こんな思いをずっとしていくのかと思うと、いっそ死んじまった方がずっと楽だよ。ね、死の。どうやって死んだらいいかな。あら、ずいぶんここに大きな木があんね。こんなところにこんな大きな木があったかな。ああ、そこから太い枝が出てやら。あそこへ首くくってぶら下がっちゃおうかな。それはあそこへぶら下がるのはいいけどね、俺は今まで首くくったことはねえからな。どうやってくくったらいいのかな、教えてやろう。誰だい、誰かいんのかい、誰。俺だ、俺だい。大きな木の陰からずっと現れるともなく現れいでましたのが、年の頃はもう70はとっくに過ぎておりましょう。頭はすっかりはげ上がっちまって、前のところに一つかみほどの白い毛がこうぽやぽや、まるで白い雲がたなびくようにこびりついて、顔と言わず体と言わず見えるところはもうシワだらけです。ネズミ色の着物を胸をはだけて、はだけたとこからあばら骨がまるで一本一本勘定してくれと言わんばかり、荒縄で腰を祝いて尻っぱ処理をして、細い痩せ細った足の先に藁の草履突っかけて、俺だよ、俺だ。なんだおめえは。俺は死神だ。死神。そうか、どうも俺は変だと思ったらおめえのせいだな。俺は今まで死にてえなんていっぺんだと思ったことはねえんだ。考えてみろ、俺が死にてえなんて思うわけがねえ。てめえがなんだろ、その大きな木の陰から俺にドッキかなんか吹っかけやったんだろ、この蝶。気味の悪いやろ、こっち来んなよ、こっち来んなよ、向こう行けよ、うん、よし。おったってダメだよ、逃げても無駄だ。俺は風に乗ってふわーっと飛ぶんだ。まあそう邪険にするな、仲良くしよう。いやだよ、俺はおめえみたいなのと仲良くなんかしたくねえんだよ。お前と俺とはな、以前切っても切れない深い縁があってな、だいぶおめえが困ってるようなんで、俺は助けてやろうと思って出てきたんだ。どうだ、俺はおめえにやらせたい仕事があるよ。医者やれ。医者をやれ。医者をやれったって、俺はそなんだ、脈取ることも何も俺は知らねえんだ。いや、脈なんざ取れなくったって医者にはなれるよ。人の命を助けりゃ立派な名医だ。長患いをしている病人のそばには必ず死神が一人ずつついてる。この死神がな、枕元に座っていたらこれはもうダメだ。足元に座っていたらまだまだこの病人は助かる。呪文を唱えるんだ。そんな呪文俺は知らねえ。今から教えてやるから、それをちゃんと覚えろ。
他の者には誰にも喋っちゃならねえぞ。もっとも死神の姿が見えるのはお前だけだ。あ？しっかり覚えろよ。アジャラカモクレン、チューライス、テケ、レッツノッパ。これで手をポンポンと二つ叩くと、死神はそこからまっすぐ打ち切らなくちゃならねえって、これは死神仲間の申し合わせができてる。申し合わせを破ることはできねえ。ただ忘れるなよ、枕元のやつはダメだ。足元に座ってるのだけだ。なんてんだい、アジャラカモクレンキューライス、それでテケレッツのパーっての、それで手を二つ叩くと新神さん、新神さん、何姿見えなくなっちゃった。あ、そうか、今呪文を唱えてポンポン二つ叩いたからいらんなくなって家帰っちゃったのか。ほら、いいことを聞いたね。よし、この手を早速やってみよう。これから家に帰りましてね、それから表へ医者の看板を出そうとしたんですが、看板にするような板切れがありません。何かないかなと思って台所へ行ってみるってと、だいぶ前に食べたかまぼこの板切れが台所の隅に転がってたんで、こいつボロッキリでキュッ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 と拭くってと、そこに金釘流で医者と書いて、で表へぶら下げた。さあ、こんなんで本当に患者が来るのかしらと思って、半時経つか経たないかのうちに、ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。ああ、誰、ああ、ああ、どうせなんだろう、米屋さんだろう、え、そうじゃないの、だ、薪屋さん、八百屋さん、いや、まあ誰にしてもね、とにかく今しょうがねえんだよ、ああ、もう少し待ってもらいてんだが。いえ、そういう何じゃございません、こちらはあのお医者様ではございませんでしょうか。冗談言っちゃいけないよ、俺んとこは医者だ。今なったばっかりで、ついうっかり忘れちゃったよ。いらっしゃい。お初にお目にかかります。私あの、日本橋の越前屋次郎兵衛の店の若いもんでございますが。おお、越前屋さん、うん、あの有名な、うんうん、何ですか。実は手前どもの主人が長野患いでございます、長病でございます。江戸の名だたる名医の方に見ていただきましたが、どのお医者さんもこれはいけない、ダメだとさじを投げられまして、ほとほと弱りましてな、よく当たる駅舎があるというのでただいま見てもらいましたところが、辰巳の方角に歩いて行って初めての医者の看板にぶつかったところに頼めば必ず治してくれるという件が出まして、それから辰巳の方角に歩いてまいりました、初めての看板というのがちょっと小ぶりではございましたが、こちらの看板でございまして、ぜひ先生にお願いしたいと思ってお伺いしたんでございますが。ああそう、ご苦労でした、そらよかった、ちょうど今暇だからね、行きましょう、行きますよ。ありがとうございます、助かります。じゃあ先生によろしくお伝え願いたいので。どう、どうら、行きますよ。いやいや、あの先生によろしく、あの先生ね、これが先生、これ、これ先生、あなたが、あらってがっかりした。それはとても医者には見えませんよ、なんか貫禄はありませんし汚いしね、えらいやつ頼んじゃったなと思って、だけど頼むってそう言ったんだからしょうがない、しぶしぶ引っ張ってきました。店のもんも、おい大丈夫かい、あんなの見しちゃって、おい、じゃあねえ、あの触らしちゃダメだよ、触らしちゃ、ただ眺めるだけだよなんて嫌な医者があるもんで、眺めるだけだってんです。病人の寝ている部屋に一歩足を踏み入れてしょいっと見る、なるほど、さっき死神が教えてくれたように、一人の死神が足元の方に、閉めた。何でございますか。いや今あの先生閉めたと、いやあの、今そこ入ってきたでしょ、だからあと閉めたってそう言ったんで、これ大丈夫、助かりますよ、すぐ助かります、すぐ助かる、
先生まだ脈も何にも脈なんか取らなくたってね、ほら、分かる、すぐ今すぐ。しかし先生、江戸の名だたるご名医の方でございますよ。その先生方がこれはもういけないとサジを投げ、いえそれはね、誰がサジを投げたかね、茶碗を投げたか知りませんがね、私が見て大丈夫ってんだから大丈夫、ただ私はね医者もやるんですが、まじないの方もやってるんで、今日はね一つまじないの方で攻めてみたいなという気持ちなんですが、どうですまじない、あそう、それじゃね、じゃあお前ちょっとそっちに向いてて、今すぐですからね、あっという間ですよ。その代わりね、なんですよ、それだけの名医の方が見放したものを今間違いなく直しますからね、お礼の方は、それはもう、十分に、そうですか、それを忘れないように一つ、ね、頼みますよ、はい、そっち向いててね、はい、あじらかもくれんきょうらいすってけれつのぱー。元より死神の姿がすっと見えなくなると、今まで病人が苦しんでいたのに、おい、誰かいないか。ああ、長い間胸の中で立ち込めていた煙のようなものがいっぺんに晴れたような心持ちだ。おい、誰かいないか。お腹がすいた。名医がこぞってこれはもういけないダメだとサジを投げたものをあっという間に治した。あの人こそ本当の名医だという評判がポッと立つってえと、噂っていうものはまた噂を呼びまして、はあ、そのうちには門前一を成すような騒ぎ。頼まれて行ってみるってえと、死神なんてのは大概足元に座ってるもんで、たまさか枕元に座ってるってえと、ああこれはダメですよ、諦めてくださいよと一言言いおいて、そのうちの敷居をまたぐかまたがないかのうちに、ころっと病人が息を引き取っちまう。なんだいあの人は、生き神様じゃないかしら、なんてんで大変に評判になりました。そうなるってえと、もういつまでも裏長屋の汚いところに住んでるわけにいかないから、表通りへ出てまいりまして、ちゃんと門も構えて、門からうちにたどり着くまで、敷石をいくつかこう踏み渡るといったような結構なお屋敷に住むようになる。もちろん看板も大きなやつをぶら下げて、相変わらず流行ってるってえと、男ってもな、こう懐があったかくなるってえと、ついついね、よくあるようになんですよ、ちょっと脇の方にね、このなんです、一軒何をいたしましてね、でそこに何をこの住まわしといて、時々この何というようなことになるってえと、おかみさんの方がまた黙っちゃいませんよ、なんだかんだ言う、ああうるさいな、男の働きだ、いちいち言われることない、第一女の古いのは汚い、出てきなさい、金はもう好きなだけ持たせてやるから、子供も連れて出てけってんで、せがれをつけて追い出しちまう。ねえ先生、なんだい、あの私ね、前いっぺん、行きたいなと思っていたとこがあるんですよ。どこに行きたいんだ、あの上方見物にね行きたいと思ってたのが、なかなか行けなかったんですけれども、連れてってくださらないこと、なんて鼻の下をこういうふうになるけど、なんかじゃあ行こうかななんてんで、だいぶ病人の方も見くたびれたからってんで、さあ家屋敷そういうものをすっかり金に変えるってえと、懐をあったかくしといて旅に出ます。氷山から大和巡り、今の旅でもそりゃ金はかかりますが、今と昔の旅では金のかかり方が違います。途中贅沢三昧をして歩きましたから、さあもうそろそろ江戸へ入るという頃になるってえと、持っていたものはすっかり底をついて、女の方はってえと、これは惚れて一緒にいたわけじゃない、金の切れ目が縁の切れ目ってんで、いつの間にかいなくなっちまう。やっこ三本やり江戸へ入ってきました。何、そのうちに俺が看板を一つぶら下げりゃ驚くことはないさってんで、一軒借りてなんとか看板をぶら下げたんですが、どういうわけですか、まるっきり患者が来ない、弱ったな、たまにぽつりぽつり頼まれて行ってみるってえと、意地の悪いことに死神がみんな枕元の方へ座っている、これじゃどうにもならない、弱ったなと思っているところへ、麹町三丁目に越前屋善兵衛という、これはもうああ大変な金持ちでございます。
江戸でも3本の指5本の指に入るというような、金持ち、こっからまた見てくれってんで頼まれる。行ってみる。一歩部屋に足を踏み入れる。死神が、お気の毒ですがね、諦めていただきましょう。先生、お願いでございます。ここで主人にあの世に行かれましては、何代も続いてまいりましたのれんが断ち切れてしまいます。いかがでございましょう。もし命を助けてくださいましたら、こんなことを申し上げちゃ失礼ですが、千両差し上げますが。千両？千両？あるところにはあるもんだね。十両を盗めば首が飛ぶというこの世の中に、千両、人の首が百人分。確かに千両というお金が欲しくないと言っては嘘になります。いや、実は欲しい。だけどもね、人には寿命ってものがあって、これはどうすることもできない。でもございましょうが、そこのところをなんとか。いやいや、もうどうしてもそれはね、私の力では。なんとか先生のお知恵で。じゃあいかがでございましょう。助けてくれとは申し上げません。1年いえ半年で結構でございますから、長らえていただきましたならば2000両差し上げます。ん、2000両。そういう話を聞いただけで目が回ってくるね。いや、そりゃね、2000両あったら、いやいや、もうそんなことを考えるだけで罰が当たります。これはダメなものはダメなんだ。諦めていただきましょう。いえ、そこのところをなんとか。はいはい、はははは、はい、承知いたしました。今おかみさんも心配をなさいまして、半月、10日で、5日でよろしゅうございます。5日のうちに何とかいたしますから、どうか5日命を長らえていただきましたならば、5000両差し上げます。ここ、5000両？お互いについてないですね、これは。いやー、どうしようもない。諦めていただきましょう。いや、そこのところを何とか先生のお知恵で。いや、あなたね、知恵ってますがね、人の命ってものは知恵でどうにかなるもんじゃないんだ。ね、寿命ってものがあってね。知恵。ね、今ね、これまあまずく言ってももともとですがなんですがね、お宅に気の利いた若いもんが寄ったりいませんか。その、もう何百人、そんなにいない。寄ったりれん、布団の四隅に座らしといてくださいね。でいつになるか分かりませんが、私が合図をしますよ。その膝をポンと叩いた合図をきっかけにして、布団の四隅を持ってぐるぐるっと布団回してください。今まで頭だった方を、足を頭の方。ああ、そうですか。そういうことでしたら、すぐに若い者をこう四隅に座らして、今か止まっている。だん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 夜が更けてくるに従って、死神の目がランランと輝いて、病人がうーんと苦しがる。なんとか持ってもらいたい、祈るような心持ちで見ている。カラスカーで夜が明けて、辺りが明るくなる。昼を回ったなという頃になるってえと、そうそう死神だっていつまでも頑張っちゃいられない。こっくりこっくり居眠りを始めやん。こだなと思うから目くばせをしといて、ポーン、膝を叩く途端に四隅を持った若い者がぐるぐるってんで布団を回した。あじゃらがむくらんじゃらいせったけれっつのパーン。驚いたのが死神。うえーってえと、そのまんまどっかいなくなっちゃった。ありがとうございました、先生のおかげで。はい、元の通り、あの通りピンシャンいたしまして。いやー、よかったですね。いやいやいや、これは結構ですよ。
こんないいことはない。うん、いやおめでとうございます。いやただしね、なんですよ。あのお礼の方、いやそれはもう、分かっております。ご千両、うん、それからね、千両箱なんてものはとてもね、たとえ一つだって一人で持てるもんじゃありませんから、後でうちの方へ届けていただくことにして、そのうちに内金をいくらかもらってってんで懐へ銭を押し込んで、それからちょっとね小料理屋の2階かなんかへ上がってちび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 やってるうちに辺りが小暗くなってくる。さあ用事を加えて表へ飛び出しただけどね、こううまくいくとは思わなかったな。ええあの時の死神の顔ってなかったね。ギャオーっつって、ああどうして今までこの手が、よっしゃよしよし、ほらいけ風邪ひいたから、ほら、これからねちょっと脇へ行ってあったかい布団にくるまって柔らかいもんかなんかこう抱っこしておねんねでもしようと思ったけど、これはなんだね、え、ああ風邪をちょいと引き込んだ。風邪は万病のもとってからな、まあ無理をしないでね、え、今日はまっすぐうちに帰りましょうね、え、こっちはよし、銭に困るわけじゃねえんだね、あの手さえ使いや江戸中の銭を俺はこの手に収めてやるんだ。おいおい、え、あ、どう新安社、しばらくしばらくじゃねえ、なんてことすんだおめえは。しかも恩ある俺に向かってあんな仕打ちをしやがって。え、じゃああの有名の死神あなただったんですか。いやー気がつかなかった。いや死神ってのはみんな同じような格好してるでしょ、こっからこう白い毛をボーンってんでね、でみんな痩せ細って、同じ格好してるからね、分からなかったんだよ。ああそれはお前さんだと知ったらね、そんなしねえことするんじゃなくて勘弁したい。じゃあね、どうですそのあたりで一杯おごりますよね、一杯やって機嫌直しておれん。バカなことを言うな、お前のおかげでおらえらい目にあった。今度のボーナス減らされちゃった。お前に見せたいもんがある。俺の後へついてきな。ついてきなって何とか気味悪いな。やだな。さあここへ入れ。ここへ入る。何ですか。なんか真っ暗っけな地べたにいきなりなんか穴が開いて、あ、こう地べたの向こうの方に石段が続いてますね。ここえ、ここ入るんですか。いやだやだやだ、飲み込まれるみてえだ。俺が一緒に行くよ、こっちへ来い一緒に。いやちょっと待って、ちょっと待って、そんなあのね、こっちはね夜目が利かねえんだから、お前さんと違った。あ、新神さん、何ですかこの部屋ってんじゃねえ、穴蔵ってんじゃねえ、ろうそくだらけじゃありませんか。何ですかこのろうそくの明かりは。このろうそくの一本一本が世間中の人間の寿命だ。そうですか、人の命はろうそくの死のようだってね。なるほど、これですか。いろんな寿命がありますね。あ、ちょっと新神さん、このとこにね、威勢のいいのがありますよ、ボーボー音立ってて。やっぱりそれに目が行くか。お前のせがれの寿命だ。え、あ、これが、あ、そうですか。やろうですか、こら。威勢がいいや、若いからね。その後ろにね、これっぱかりになってね、なんか真っ黒毛の炉をだらだら垂らしながら時々バチバチなんて音立ててんのがいますが、お前が追い出した神さんだい。あ、これが、なんか寿命まで肉々しいですね。あ、ちょっと新神さん、その後ろにねこれっぱかりになってね、もうじきあの消えますね、これこれっぱかりになっちゃって、ああまた小さくなって消えますね、これそれがお前の寿命だ。いやだってこれ消えますよ、これ消えます。
消えるとお前は死ぬよ。何を言ってんですよ。あんたもこの前言ったでしょ、お前はまだまだ寿命があるから安心をしろ。それはあの時の話だ。お前は五千両という金に目がくらんで自分の寿命と病人の寿命を取り替えたんだ。ほら消えるよ。ちょやだやだやだよ、死にたくない。勘弁してください。この通りです。お願いします。ねえ、ね、金は返します、金は返しますから、もう一遍取り替えて。それはダメだ。お前は風邪をひいてるだろう。風邪は万病のもとだよ。死神仲間の申し合わせで決まったんだ。お前は風邪が元で死ぬ。そんなこと言わないで。ねえ、なんか深い縁があるってそう言ったでしょ。今こそ助けてくださいよ。この通りですから、お願いします。だらしのないやつだな。ここになろうそくの燃えさしがある。その消えそうな火をそのろうそくに移してみろ。うまく移したらその分だけ寿命が延びる。早くしねえと消えるぞ。早く言ってください。そういうことここへ来た途端に言ってくれば間に合ったかもしれないけど、また小さくなる。こんな小さくなったらもうダメだ。震えるんじゃないよ。消えるぞ、消えるぞ。あ、ダメだな。静かにしてください。あ、もうダメ。